お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。フランス対イタリア、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。そして今、大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。一戦の火蓋が切られました。フラデリコ君、このスライディングで決まったな。それでどうか、スライディングでカット。どうだ、ほら、これを食う。ナイスプレー。体ごとぶつかっていった。もらったぞ。ここで止めた。もらったぞ。ナイスプレーだ。横を振り抜けた。ドリブルと味方でパス。案外やるな。抜かせません。パスを奪い返した。いけ。パスを回す。ブラボー君、狙いつましたパスを送る。激しいタック。まあまあじゃねえか。バサレロ君、ここはパスを出した。ここは抜かせません。マルセル君、狙いつましたパスを送る。あ、二人が同時に走り出した。ここでスルーパス。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。マルセル君、パスを回す。もらった。素早く横にかわした。シュートを放った。ヘルナンデス君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。それ君、ここは勝負を避けた。いけ。キエル君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。ドリブルでボールを運ぶ。美しいターンでいなそうだ。体が打ってきた。イタリア、まさに感激。勝てばこの構えに入りました。センターラインを越えてくれドボール君。それここは抜かせません。俺たちの戦い方を見せるぞ。チーム全員での一斉突撃だ。マリーヌ君、ボールを奪うことができません。このタックルは不発に終わります。このスルーパスは通るか。キエール君、俺に仕掛けはない。強烈なシュート。あっと、これは狙いつました。一撃を放つ。キエール君、この勝負は必ず勝つ。もらったぞ。巻き返してくれ。コンティ君、このボールをコントロール。ブラボー君、ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。ジョルジュ君、横にかわして突破。トリノ君、このスライディングが決まった。フェデリコ君、パスを出します。ボッシュ君、ボールダッシュ成功。あと、ドリブルを見送る。フランチェスコ君、スライディングでカット。マルセル君、激しいタックル。ボッシュ君、ここはパスに切り替えた。さあ、一体どう仕掛けてくるか。短いパスの連携。はっ、ナポレオン。ナポレオン君、ゴール前に持ち込んだ。ゴールだ。ここは抜かせません。必殺のボールを放った。反応しているぞ。見事なワンハンドキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。それマルセル君、ダイレクトでパス。ブラボー君、ここはパスを切り替えた。よし、終わったぞ。これは大変。キャノンシュート。スマホだ。スマートに襲えた。いい形でボールを奪った。ドリブルと見せかけてパス。ブラボー君、力をためて強烈にシュート。これがジノ・ヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。イタリア、ここからカウンターを防ぐ。
しぶつかっていった。華麗なルーレットで翻弄。美しいナイスプレーだ。華麗なルーレットで翻弄。見せてやるぞ。美しいフォームから背中でシュートだ。ヘルナンデス君、横に飛んだ。これが地のヘルナンデスのプレーだ。パントキック、どこまで運べるか。パスを受けた。まだ守備の体型が整っていません。ガールセル君、ここは抜かせません。攻めるぞ、みんな。チーム全員でのイースで突撃だ。フェデリーコ君、激しいタックル。ジャンプ一番かわした。セル君、シュートを放った。それスライトで止めた。あっと奪い返した。タルビー君、ボールを奪うことができません。ナポレオン、長い距離のスルーパス。ナポレオン君、センターラインを越えて攻め込む。パスの前だ。あっと奪い返した。ピエール君、渾身のパスを味方に送る。フランチェスコ君、ボールを奪う。イタリア、ここからカウンターを仕掛ける。時計を手に持ちました。前半も残すところはあとわずか。ナポレオン君、激しいタックル。見せてやるぞ。華麗な足取り、スライダー、シュートだ。止めた。さすがパーフェクトキーパー。おっと、攻守交代だ。よし、鋭いスライダー。案外やるな。イタリア、まさに勘抜き。カテナチオの構えに入りました。伸ばして振り切った。もらったぜ。フランス、前半を終えて一歩リード。キックオフ。このパスをトラップ。パスを回す。ボールがタッチを割りました。フランス、この位置からのスローイン。フランチェスコ、もらったぞ。ボールを狙うも届かない。ナポレオン君、ここは抜かせません。ほら、これはゴールラインを割ります。イタリア、ゴールキックで仕切り直します。ルチアーノ、激しいタックル。トルジ君、ここは勝負を避けた。華麗なルーレットで本命だ。マヒング君、タックルを決めた。ドリブルでボールを運ぶ。タルジ君、渾身のシュート。このシュートに反応している。それハルセル君、ここはパスに切り替えた。ボッシ君、あっ、2人が同時に走り出した。ワンツーで折り返す。ピエール君、ここから打ってきた。絶妙なインターセプト。ラボー君、ハートシュートでゴールを狙う。ヘルナンデス君、がっちり止めた。ハントキックで大きく蹴り出した。マルセル君、このパスをカットする。シュートを放った。体ごとぶつかっていった。ピエール君、華麗なルーレットで本能。美しいフォームスライダーシュートだ。クリーチ正面でがっちりキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。体ごとぶつかっていった。さあ、ナポレオン君、ここはパスに切り替えた。もらったぞ。抜かせません。まあまあじゃない。何も、もらった。ここをすり抜けた。ルチアーノ君、素早くボールを倒す。それピエール君、ボールを奪うことができません。ルチアーノ君、センターラインを越えて攻め込む。これから一気に攻め込みたいところ。もらったぞ。スライディングでカット。そりゃ、ナイス。パスを出します。暗いな。これが俺のシュートだ。シュートを放った。ここだ。止めた。ドリブルと見せかけてパス。時計はすでに後半の15分を過ぎています。ここが勝負どころだ。行くぞ。
残すところはわずか。ナポレオン君、ここはパッチを切り替えろ。ピエール君、カメラシャレットで翻弄。みんな、カテナチオだ。カテナチオは頭前に入りました。そら、ベレーリ君、激しいタック。それのインプライディング。クランクは戦い方を変えてきたようです。トッシ君、ここはパッチに切り替えた。フェデリークもボールを狙うも届かない。チャンスが決まった。ここから長い距離のパスを狙う。それここで大きくサイドチェンジ。これだ。かばして決めた。ナポレオン君、タックルで決めた。かばしで振り切った。ナポレオン君、このスライディングが決まった。何、横をすり抜けた。カタリア、ここからカウンターを仕掛ける。ナポレオン君、激しいタックル。ルッキアール君、ボールを奪うことができません。ボッシ君、ここはパスに切り替えた。ミエール君、待て、ちょっとぶつかっていいぞ。何、なんとだ、止められない。なんだと、ドリブルでボールを運ぶ。ジャンク、激しいタックル。ここから長い距離のパスを狙う。ジョルジュ君、ナイストラップ。ここはパスに切り替えた。ボッシ君、これが俺の美しいフォーム。狙いがシュート。正面でがっちりキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。タルデリ君、ロングパスを受けます。さあ、カウンター、スライディングで止めた。ブランセット君、これ激しいタックル。あと、ドリブルを見送る。かわして振り切った。ブラボー君、シュートを放った。かわして振り切った。ブラボー君、タックルを決めた。ドリブルでボールを運ぶ。見せてやるぞ、美しいフォーム。スライダーシュートだ。スマートに抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ジョージ君、激しいタックル。さあ、試合も残りわずか。見せてやるぞ、最後まで足を切りたいもん。スライダーシュートだ。マトリング君、このボールに立ち上がる。あと、ブロックを粉砕。パントキックで大きく蹴り出した。いけ、ダイレクトでパス。ドリブルでボールを運ぶ。ジョルジュ君、ボールを打ってきた。いけ、ハルセル君、スライディングでカット。取られたぞ。ナイスプレーだ。イタリア、フランス、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。